p s r b 千二百五十七プラス十二 a は、乙女座の方角に約九百八十光年の位置にある太陽系外惑星である。この惑星は、パルサー p s r b 千二百五十七プラス十二の惑星系を構成する最も内側のパルサー惑星である。九百九十七年に、この惑星は実は太陽風の影響による錯覚だという主張がなされたが、 この主張は未だ証明されていない。月の2倍程度の質量を持つ。PSRB1257 プラス12の惑星は距離が大きくなるにつれて A から D の番号が付けられている。これらの名前の付け方が通常の太陽系外惑星と異なるのは主に発見時期が原因である。パルサーに最初に2つの惑星が発見されると通常の惑星と同じ順番で大文字の B。 C と名付けられた。その後3番目の惑星が最も内側に発見されると A と名付けられた。太陽に似た恒星の周りに初めて発見された太陽系外惑星であるペガススザ51番星 B からは命名基準通りの命名が行われるようになったが、これらのパルサー惑星の名前は解明されなかった。エクストラソラープラネッツエンサイクロペディアでは、 PSRB1257 プラス 12A は PSR1257 プラス 12B として収録されている。国際天文学連合が2015年に承認した固有名はドラウガー。ウィキメディアコモンズには PSRB1257 プラス 12A に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。